わかるかな、わかりますかねえ。全部かけない、食べながらかけるから。こんにちは、きなこスペシャリストの聖子です。今日は京都の嵐山から私の大好きなきなこ味を皆さんにご紹介します。秋が訪れ、台風の影響もあって雨、コロナ禍で2回目の秋です。そんな中訪れたのがこの嵐山の村さん。22年もの間、甘味もネギ焼きも提供し続けているお店です。実はこんなコロナ禍だからこそ出会えたお店なんです。きなこの縁があって、今日は特別にお休み中にお店を開けてくださいました。こんにちは。こちらが店長の嵐山よりみさん。そのきなこの縁でオンラインで知り合いました。今日初めてお会いします。とってもチャーミングなんですが、芯がある素敵な女性。会社員を経て実家のお店を継がれています。これが私の大好きなきなこ味、きなこシロップ。このお店ではかき氷に使われています。後ほどお話も伺いますね。まあ、これが普通のかき氷で、田舎氷だったり、まあ、それ練乳とのハーフ&ハーフとか、わらび餅いろんなもの乗せた贅沢氷とか、これがあの田舎氷シリーズ、きなこシロップシリーズなんですね。でこれのプレミアムバージョンがこっちの田舎氷極みっていうやつで。極みいきましょう。極みいきますか。はい、はい、もちろんです。これはもうきなこシロップ自体がもうそもそも黒豆を使ってるきなこなので、はい、シロップが違うんですけど、はいはい、それを熱々の白玉を自分でのけながら食べるっていう。わあ、ありがとうございます。はい、あとネギ焼きも。ネギ焼きいいですか。食べに来ました。食べに来ました。すいません。結構ね、やっぱうちのお客さん、はい、もう半分以上というかほとんどの方がネギ焼きは注文されて、はいはいはい、でネギ焼きと食後にじゃあ甘味みたいな方が結構多いんですよね、うんうん、はい、なので甘味屋なのにネギ焼きの方が名物になってしまって、うん、ネギ焼きを作るところを特別に見せていただきました。生地には何が入ってるんですか。生地はね、お好みの気候に、うん、昆布だしが入ってる。へー、生地そのものもなんかふわっと美味しいですよね。うんうん。え、鉄板がある甘味どころはスタンダードってわけじゃないんですよね、京都で。そうじゃないですね。へー。ただ、ま、東京もね、そうかと思うんですけど、お好み焼き屋さんの最後にあんこ巻きがちょっとデザートがあるとか、うんうんうん、こっちの方の方があるかもな。さすがの手際、綺麗です。京都の嵐山ってこんな風に昔からのお店がずっと残ってるイメージがありますけど、あんまり移り変わりが激しいイメージがないんですけど、あ、どうです。結構ね、うん、ありますよ。ありますか、うん、まあ、昔からのお店も残ってはいるんですけど、うん、特にここ、ね、やっぱ外国の方が多くなってから、あ、そっかそっか、外国の方に受けるお店みたいなのがすごく増えて、うん、結構そのどこの全国どこの観光地に行ってもあるお箸とか、うん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 、和菓子屋さんとか、うん、なんかそういうのがわーっと出て、うん、でバーッとなくなっていきました、コロナで。そうか、住んでる人が減りましたね。そうなんですね。来る人も多そうですけどね、住みたいって。高いか。ああ、そうかそうか。あ、じゃあ、少しひっくり返します。はい、はい。もう回る、360度ねえ。さっきね、その丸をかなり綺麗に作って、お祭りの屋台とかだとこうグラーっとしてる方がむしろ美味しそうな感じがするんですけど、うちは半身屋のネギ焼きなんで、うんうんうん、上品な B 級グルメを目指しております。あ、そうなんですね。最後の仕上げ、美しいです。特にごまを振りかけるところに注目です。綺麗。一粒もこぼれてなかったですよね。すごい。海苔はそこなんですね。はい、完成。
製でございます。おお、芸術品だ。まずはネギ焼きを食べたいと思います。美味しそう。食べますね。真ん中から割っています。はい、あは、出てきちゃったかも。あ、ほら、わあ、結構弾力ありますね。わ、あら、わ、あら、わかるかな、わかりますか、ねえ、半熟が出てきますよ。もちもち。ちくわが美味しいですね。へえ、ネギたっぷり。九条ネギって京都のね。はい。いわゆる京野菜なんですけど。はいはい。普通のネギよりもいわゆる青ネギで甘みが強い。ネギ焼きは全然お好み焼きと違う。あっさり。うーわ、美味しい。うほほ。食べやすいけど具がたくさんで大満足です。きなこシロップを食べよう、ええー、やってこのきなこシロップをきっかけに出会ってしまったんですが、嵐山よりみさんに今日はお越しいただいたので、私はお越ししたんですけど、いらっしゃいませ。お話を伺いたいと思います。すみません、ありがとうございます。こちらこそ。このきなこシロップっていうのをきっかけに出会ったんですけども、このお店はもともとこのきなこシロップを販売したのは去年なんですよね。そうです、コロナの時に、はい、初めてこういう瓶詰めにしたんですけど、それまでは、店内できな粉のかき氷っていうのをやっていて、もう22年ぐらいですけど、やってて、でそのファンのお客様がいらしたんですよね、でコロナでちょっと店内で食べられないっていう、店内自粛して食べられないんで、どうしてもなんか家で娘さんに作ってあげたいっていうことで、なんとかしてきなこシロップ持ち帰れないかなって話から、じゃあちょっと商品化してみようかっていうので試行錯誤してこういう形になりました。すごいんですよ。で、私とこのよりみさんは実際去年かな、私がオンラインでキキキナコのイベントをやった時に参加してくださったことがきっかけで、その後メッセージをいただいて、お知り合いになったんですけども、その後にこのきなこシロップをクラウドファンディングをされるって話で、はい、もっともっと京都の近場のお客さんだけではなくって、日本全国の人にこの美味しいきなこシロップ広めたいってことでクラウドファンディングをされて、ね、その私はきなこ講師としてリターンとして呼んでいただいたことがきっかけ です、ね、ワークショップをやりまして、このきなこシロップの使い方だったりとか、きなこそのものを好きになってもらうためのきなこ体験とか、そういうのの講師として、私全然喋れないので喋れる聖子さんにお願いしまして、大好評でした。大好評でした。はい、ということで、さっきこれいただいてしまいましたけども、めちゃめちゃ美味しかったです。もともと私もこれは購入させてもらって食べてたんですけども、黒豆のきなこシロップも今日は食べさせていただいて、甘みが、黒豆の風味がまた美味しかったですね。どちらも美味しいものだったです。色で言うとこれが普通のきなこ、こっちが黒豆きなこで、はい、わかります？めっちゃわかります。へえ、アントシアニンが入ってますね。アントシアニンなんですね。これ知らなかった。色素ですね、皮のね。そっかそっか、皮ごとやってるから、で、ね、つぶつぶ感はやっぱり、皮のつぶつぶがね、出てます。へー、出したてだと硬すぎて削れないんですよ、はいはいはい、歯が傷んでしまうのと、あとなんかパウダースノーみたいになってしまって、シロップが全然浸透しないんですよね。上の方にくちゃって固まって中真っ白みたいな。なのでだいたい1時間ぐらい溶かして、この白い部分がまあなくなるぐらい、完全に透明になるぐらいまで1時間も溶かすんですね。溶かします。極みの場合はもう特に一番薄い削り方です。
はい、すいません、ちょっとお待ちください。はい、ちょっと止められない。こんなに食べるんだ私。ですがですが、はい、ふわふわなので、はい、そんなに大したことはないんです。はい、へえ。出た、出ましたね。では向こうへ行きます。はい、たったそれだけなんですか。はい。念願のかき氷です。きなこシロップをたっぷりかけていただきます。白玉が熱々です。熱々を、あ、すごいですねこれね。にかけて、まずは熱々を乗せると、自家製のあんこここに乗っけますね。そうして黒豆のきなこシロップね、初めてです、きなこシロップ黒豆バージョンかけます。わー、全部かけない、食べながらかけるからね、いただきます。わー、すごい、いただきます。うん、うまい、あんこうまいでしょ。うん、うん、うん、うまい。お母さん天才ですね。おいしい、おいしいわ。今きなこシロップを2種類いただきましたので、見えるかな、こっちは黒い黒豆のきなこシロップ、こっちは普通の木豆のきなこシロップ。私は味の違いが分かるんでしょうか。やってみます。分からなかったらどうしましょうね。普通のきなこシロップを今かけましたけど、この辺氷がもう見て、ふわ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 っていうか、ラリー尖ってます。うん、優しい味、知ってる味ですね。そして黒豆のたっぷりですね、たっぷりかけて出すんだ。飲み干す。これ黒豆のシロップ。黒豆のきなこシロップ。確かに濃い感じなのかな。豆感が。はいはい。甘いな。黒豆の風味がありますよ。ね、そしてもう白玉がもう、はあ。うん。最高。なんか氷がすごくたくさんあったからこんなに食べれないと思いましたけど、ネギ焼きの後に全然すぐですね。うん、最近かき氷って見た目重視になって大きすぎたり食べきれないのも多いけど、これは最後まで美味しく食べられました。本当にありがとうございました。もう夏も終わってしまいますから、皆さんもうこのきなこシロップを使ったかき氷は一応9月いっぱい、もしくは10月も暑い日になりますが、かき氷だけではなくていっぱい甘味がありますので、そしてネギ焼きがまた美味しかったから、美味しかったですね。びっくりしました。軽いなと思うんですけども、もうサクサクパクパク食べれちゃう、でちょうどいい量なんですね。そして甘味を入れたらどうですか。で皆さん、京都の嵐山まで来れない皆さんはぜひこれオンラインで販売再開中。そうなんです、今ね、ありがたいことに、クラウドファンディングでたくさん買っていただいて、でその後の一般販売でも1ヶ月でパッと
完売してしまいまして、で今これからちょっと大急ぎで増産しようと思っております。なのでできたら10月には販売を再開したいなと思ってます。10月、はい、まだ買えませんけど10月以降に皆さんよかったら手に入れてみてください。これ本当にね、きな粉とお砂糖しか入ってないんですよね。あの添加物ですとか保存料とか一切入っていないから体にも優しいですし、本当に自然な甘さで美味しい。なのにただそれだけの材料でこんなに美味しくできるなんていうのは秘密ですねそうで、かき氷以外にも本当いろいろ使い道があって、それこそもう聖子さんが多分いろんな使い方してくださってるんですけど、まあ簡単なだと牛乳に入れてきな粉ミルクにしたり、ヨーグルトに入れたり、ホットケーキにかけたりっていうのもできますし、ね、お醤油とかと混ぜるとお料理に使えたりとか、夏以外の使い道もたくさんあります、はい、ぜひぜひお試しください。お願いします。はい、ありがとうございました。嵐山野村さんの野村よりみさんでした。来てみてね。こうやってきなこの縁がオンラインでもオフラインでもつながっていきますように。